石狩博物誌136。石狩川の主はどこにいた。広報石狩20153月号掲載。文石狩砂丘の風資料館。石橋貴夫学芸員。石狩川の主は巨大なチョウザメとカメだと言われています。この形の伝説となったのは江戸時代1800年代のことと思われます。というのも、この時代に石狩市本町地区の弁天社と石狩川の主をかたどった神像サメさんが作られているからです。その後、明治時代に入ってから同じく本町地区にある金龍寺のサメさんが作られました。サメさんのご利益は、鮭の豊漁と海や川で漁をする人々の安全を守ることで、今も漁業者を中心に信仰されています。石狩では、チョウザメは川の主であると同時に神様であるため、漁師は昭和10年頃までチョウザメを食べなかったと言われています。この伝説のもとをたどると、旭川市のアイヌ民族の伝承に、カムイコタンの神、シャメカムイ、チョウザメの神の話がありますが、彼らがここを丸木舟で通るとき、船べりをトントンと叩いてシャメカムイに合図したそうです。そうしないと船が動かなくなったり、ひっくり返されたりすると言われていたそうです。この習慣はかなり古くからのもので、実際に船を叩いて合図したことが記録されています。明治1875年、開拓使大判官であった松本十郎が石狩や江別のアイヌを雇って、石狩川を遡ってカムイコタンのパラモイを通過した際、アイヌたちは皆丸木舟の縁を一斉に叩き始めたそうです。十郎が不思議に思ってなぜ叩くのかと聞いたところ、この縁には巨大なチョウザメあるいは大ガメがいるからだと答えたそうです。この記録は石狩十勝両賀紀行に書かれていて、チョウザメと大ガメの主がカムイコタンのパラモイ付近にいたと信じられていたことが確認できます。この記録から石狩市などに残る石狩川の主伝説の原型は上流部にあり、それが人々の動きに伴って石狩川流域、そして河口部へ伝わったと見ることができます。